今日のキャンプ場、またもや昨日と同じ系列のコア。なんか他にないんだもん。ホテルも高いし、でも昨日のとこよりちょっと安いかな。30ドル。ちょっとこっち行ってみよう。すごい。なんか聞いたらここはなんか砂漠らしい。砂丘？白い砂丘だって。あ、ここにあれか通ってんのか。電車。すごい驚愕したけどね、あの砂丘真っ白なんだもん、上から見ると。まあ今日もホテルが決まり、テントも立てて、まあクオリティは昨日と同じですね。すごく便利です。まあ値段が値段なだけにね、30ドルするからね。で、今からちょっとご飯でも買いに行こうかな。あれは地元民だな。マクドナルド、また晩ご飯。ちょっと違う食べ物食べたいな。このカジノちょっとやってみようかな。ちょっとこっち行ってみようかな。この一本道。クレイジーだよ。びっくりするな。このなんかここもうすぐ行くと多分ユタだと思う。もうユタ入ってんのかな。ここ俺が泊まってるとこがウェストウェンダバーって言って、ウェンダバー自体はユタの中になるのかな。多分ここら辺がねラインだ。バーガーキングもある。もうなんかバーガーとか食べたくない。あとやっぱカジノがいっぱいありますね。多分ソルトレーク側行くと、あ、ソルトレークじゃなくてユタ側に行くとカジノがなくなるんだと。ウェルカムトゥウェストウェンダバー。明日不安だな、ソルトレークまで。今日すごい強風だったんですよ。で、この先見て、何にもない。大丈夫かな。何にもないこの平らな道。風がやばそうだな。結構お腹空いてる。マクドナルドの利用率が半端ないからね。今日朝ごはんマクドナルド、ホットケーキ食べて、で休憩の時も一回寄って、昨日もマック夜チーズバーガーで、昼もなんか休憩した時にマックシェイク飲んだし、うん、ちょっと違うもん食べたいな。日本食食べたいな。無理か。ここもまだネバタだな。こんだけカジノあるってことは。やっぱね、暑いよ本当に。まあ明日ソルトレークまで120マイルぐらいだったんで、まあ2時間ぐらいで着けるかな。結構豪華なカジノが。お、安っ。ガス2ドル30。55円ぐらい。
安いな。でなんかさっき調べてたらなんかこの先砂丘があるから結構あのモータースポーツが栄えてるらしい。怖えなこの人、こっち見てない。このファミリーダラーっていっぱいあるんだけど、ネバタダラーショップかな。後で寄ってみようかな。あ、ここ40ドルだって。まあ俺のテントの方が安い、10ドルだけど。値段書いてくれてんのありがたいな。これで30ドル以下あったらどうしよう、キャンセルできないし。いくらだ、書いてない。あ、スクーターがあるな。え、これどこ行くんだろう。なんもなんか、ここもうユタですね。さっき通り過ぎたところがもうウェンダバー、ユタ入ってたとこです。サインが見えなかったけどな。これ多分砂の、白い砂の採掘所かな。いや見て、光が、あの神様が出てくる時みたいな感じで、この山、岩山、すげえとこだな。でも高速の左側にすげえいかつい山があるんで、風は大丈夫そうかな。多分ここ入っちゃダメだったとこかもしれない。今なんか看板があった。やばいやばい。明日ここ走んのか。カリフォルニア、サンフランシスコ、いつ出たっけ。7月の最終日に出て、今8月の2日、ユタ入りしましたね。いやちょっとね、心が折れかけてる。今日の強風で本当になんかちょっとね、命の危機っていうか、本当にやばいっていう気持ちを覚えたんで、ちょっとね、とりあえず明日走ってみて考えるけど、もしかしたらソルトレイクシティでバイク売っちゃうかもしれない。まあちょっと明日走ってみてですね。でもね、今日はやっぱり本当に怖かった。ここら辺ユタですね、ウェンダバー。ユタへようこそ的なあれがないのかな。ここも多分州境だから、ユタの人がギャンブルしにここに来んのかな。今日はとりあえず早く寝るぞ。40ドルか、あんま変わんねえな俺のホテルと。ファミリーダラー、あ、全然ダラーじゃない。ここも40ドルって書いてある。クオリティイン89ドル、高いな。俺のキャンプの2倍以上します。これはなかなか豪華な。ナゲットってどこにでもある、ベガスにもあるやつのチェーン店か。あ、スタバがあるぞ。俺の大好きなスタバ。タコス食べたくないな、タコスは。日本食食べたい。
お、すごい、あの光がまた神様みたいになってる、あそこ。また今日もマックになっちゃうの？ウェルカムトゥユタが見たいのに。ないのか、高速。ここがウェンダバーのなんか変なおじさん。なんか景色が綺麗だから。あ、ピザハット。あ、なんかあのスーパーに行ってみようかな。スミス。あー、神様が。あの光綺麗ですね。ここガスいくらだ。ガス入れよっかな、明日のために。はあ、お腹すいた。スーパーマーケットですね、地元の。よいしょ、ここ止めよう。はあ、あの景色に俺さっき驚愕したんだよ。白い砂。明日ちょっと楽しみだけど、ちょっと怖さもあるよね。